皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは決断の数だけ成長があるというお話をしてみたいと思います。よくですね、即断即決っていう言葉があると思うんですけれども、人生うまくいくようなケースの時ってやっぱ決断が早い人ってその確率がすごく高くなるんですよね。で、ものすごく考えて確かに正しい決断を導き出すことっていうのはあるんですけれども、ちょっと、変な話を言ってしまうとですね、A と B という道があった時に、すごく慎重に考えて B という道を選んだ場合でもですね、さっと乗りでですね A という道を選んだとしても、割とどっちを人生を選んだとしても楽天的にその内容ね考えられるケースにおいてはどっちも幸福度っていうのはあるんですよ。であれば割と直感くらいの勢いで決めたとしてもですね、その決めた決断に対して責任を自分が負うことができれば、はっきり言って本当は A でも B でもどっちでもよかったっていうのが多分振り返った時の結論になる予定なんですよね。で、その道を良くなかったっていうことを後悔するタイプの人っていうのは、自分の中でその道を選んだっていう自覚を持ってない方、要は誰かに選ばされたという気持ちがあるようなタイプの人が、後悔とかをよくしたりするんですよね。だから基本おすすめは即断即決なんです。私も割とそのタイプです。決めるのも早いけれども、当然それを決めているのは自分なので、自分がそれを決めたっていうことに対して責任を持っているから、仮に悪い結果になったとしても選んでるのは自分なので、そこからどういうふうにリカバリーをするかっていうのを考えることをすればいいだけで、仮に悪いことになったとしても学びが1個増えるだけなので、それに対してあまり躊躇はしないんですね。だから決断した数があればあるほど成長していくので、決断をする、動く、また岐路に当たる、決断をする、動く、これをたくさん繰り返すことができる人の方がより欲しい人生、やりたいことができる人生に近づいていく可能性が高いなというふうに思っています。ですから決断をするっていうのは人によっては重くて大変なことなのかもしれないんですけれども、自分で選んだ道ははっきり言ってどれでも正解なんですよ。だから数だけ成長できるっていうんであれば、人間はね、生きている間に相当の数の決断をして、一日の中でも決断をしていかなきゃいけないようなんですが、その時間はですね、なるべく短い方がよくって、動き始めることにフォーカスをするっていう方がいいかなっていうふうに思いますので、そんなことをお伝えしてみました。それでは。